ロシアのメドベージェフ首相は15日内閣総辞職,しし職の理由についてメドベージェフ首相はロシア連邦政府は大統領がすべての必要な決定を下せるように権限を委ねなければならない。 そのためには内閣を総辞職するのが正しい選択だと説明しましたこれに先立ち行われた年次報告の演説でプーチン大統領は憲法を改正し大統領と政府議会の関係を見直す権力機構の大幅な改革を提案していて 2024年の大統領の任期切れを前に内閣を刷新し憲法改正をすることで要職にとどまり影響力を維持する狙いがあるとみられます後任の首相についてプーチン大統領は連邦税務局のミハイル・ミシュスチン長官を指名しメドベージェフ首相に対しては事実上の副大統領ともいわれる安全保障会議副議長への就任を提案しました。 最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。